Kong! Round one, fight! Let's go!
Okay.
Like the wind, perfect! Oh!
Oh, you can!
Thank you.
Sonic, go!
fight! というわけで本日2019年の2月15日2019年の2月15日ということで、はい、第ですね、あれチャットに接続できないぞ、ちょっと待ってくださいね。第111回ですね、四季の細道ということで、やっていこうと思ってます。あれですね、あ、始めます。明日の16日はスター杯予選があるここデイトナ四季ですね。はい、じゃあ第111回四季の細道ですね。ゾロ目ですね、ちょうど。第1試合はですね、トッキーさんとセロデスさんですね。お、なんかキャラ間違え。あ、よっしゃ。あ、じゃあ、HP 側がトッキーさん。ということで、あ、リセットかけたんですね。殺す方式じゃなく。リセットしましたよと。はい、じゃあ敷き直しで、1P 側トッキーさん、ガイル、 2P 側が、あれ、セロデブさんのホンダ、セロホンダのセロモンドの色ではない気がする。そうですね、気分を変えたセロモンド。さあサバ折っていく。サバ折りで終わってしまった。これはキャラさ押し付けていく。グイグイ行きましたね今。ここは頑張ってソニックで離していきたいところ。対空様しっかりやっていく。さあ中足ソニックで飛べなくしたところ、おっと今のお尻は手が出せなかったか、ちょっと詰められてしまった。しかしあれですね、見てるとドスコイのガードバックの方が前が離れちゃいますね。さあトッキーさんもしっかり見ている、上が見えてるぞ。さあ百列で突っ込んだが画面端、ジャンプでかわす。飛んでいくがいまいち距離が縮みきれない。サワーで落とされる。さあ上からしかないが、ドスコイにソニックが当たっている。さあ鬼無双、しかしガードし間に合ってしまう。さあ厳しいか。さあ残り数ドット詰めれたが、中足が届いてしまった。さあトッキーガイル勝利。続いてハクさんですね。ハクさんのキャミ、ハクさんキャミ、ハクキャミ。さあおっと開幕歩き投げ、だいぶやらしい。
この上が落としづらい。さあフリガン来た。これはたまらない。いや、サマーで切っていくフリガンをめくりから、あーっとスピンドライブ仕込んでいた。カラジャンスピンドライブ、さあ3ラウンド目。あ、こんばんは、どうも山本です。画面端抜けれるか。おっとキャノンで間を置いたが投げいく。これは人と前もない。おっとサマーで切った。今のフーリガンサマーで切るのすごいっすね。しかしアントビはちょっと遅めだったが、キャノンスパイクが待っていた。さあ、3試合目、あーごめんなさい、4人目ですね。4人目、1P 側金子ガエル、あれ金子ガエル流ですね。これは厳しい。あっつまに画面端、仮に来てますね。さあ波動、波動、これは波動でなんとか間合いを離したいところ。飛んでいく、飛んでいくが落ち着かない。アントビはあれですからね、相手側の起き上がりにキャラよって違いますからね。お釣りで波動を入れたいところ。ちょっと遅かった。しかしスピンドライブで抜けられている上から。さあキャノンねじ込まれる。さあ、ハクキャミ勝利で続いてトモダさん、トモダさん、おっイスラエルチュンリー登場。開幕フーリガン、確率の確率、足がどっちに行くのか、これに判定全然違いますからね。そうですね、3択ですからね。2択、3択。おっと、なんだ今の気候は。すごい出方をした。セルフディレクションですね。さあ、ガードしてしまった。最後、実況席まで届くくらいの悲鳴が、悲鳴が聞こえましたね。すごいスタンド能力ですね。そうなんですか。ちょっと遅いっすね。1巡前に気づくのは1秒前なので、あ、こいつがピンするしちゃいますよね。さあ投げていくイスラエル準備勝利。さあ続いて、お、なんと意外なことで本日初出場、初出場の近藤さん。近藤さん前回昔来てくれたことがある。あ、いましたっけ。やっぱりやっぱそうですよね。昔来ていただいたことがあるんですけど、四季の細道まだやってなかった。四季の細道に参加してもらってるんですけど。なるほど。まだネームプレートを作ってなかった。あ、そういうルールがなかった時だ。なるほど。さあ近藤がいる。私は全部手書きでした。そうですね、大変だからやめようって言ってたんですよね。大変だから連携ですよ。そうですよね。というわけでかなり久しぶり。そうっすね、ご無沙汰な感じで。100回やってるのは90回前ぐらいの話をしてる。本人はワールドカップみたいな演奏で希望したんですが、はい、私は権限で主催の権限で、はい、残念ながらお願いします。強すぎるぞと頭をくすりつけて、そうですね、もう1キャラ目ができれば。さっき50連勝ぐらいしてましたよね。はい、恐ろしい貯金箱になってますからね。その調子だと。さあ、チュンリーに間を詰め出ないガイルですね。詰めた方がいいのかな、これ。どっちなんでしょうね。そこはあの、宮本さん、チュンリー使
会なんで教えていただきたいと思います。どんな感じで。いやいや僕もね教えてもらいたいですね。なるほど。これハマった方がいいのか近づいた方がいいのか全く分かんないですよね。でもなんかあれじゃないですか、嫌がってる行動が正解だと考えるのか。やっぱそうですよね、ゲージ溜まったらやっぱ近づくしかないのかなっていうところですね、チュンリーとしては。さあ、友座チュンリー勝利で、あ、パレス、イスラエルチュンリー、失礼いたしました、名前間違えてしまいました、イスラエルチュンリー勝利で、続いてこれも久々登場のバチさん、バチさん、バイソン。久々登場バーチさん。そうですね、久々ですね。はい、だいぶでも強くなってますね。そうですね、すみません、かぶってばっかり。いや、今日なんか、はい、ここに来るために頑張ってたところを、はい、やってしまったらしいですね。寝落ち、寝落ちからの復帰、はい、あ、ギリギリですね、連打間に合いました、はい。しかし相手は宿敵チュンリー、厳しいか。いいヘッド。さあこのムーブ、さあどう対応するか。ちょっとあれですね、バイソンのいいところを出させてもらえない立ち回り。そうですね、やっぱりですね、この組は難しいですよね。そうですよね、気を抜いたら投げいく。さあ続いてイスラエルチュンリー勝利で、続いてエクスパさん。エクスパーさん、お願いします。どうぞ。さあ、さあエクスパーさんが竜、ね、そうですね、毎回来ていただいてありがたいです。そんな家近くないっぽいんですよね。使っていくエクスパーアッパーからの、そうですね、完璧ですね。あとは戦列を振らないお仕事。そうですね、シンプルをもう一回食べるお仕事。さあ済ませた、竜巻で使わせる、これうまいっすね。美味しいですね。さあ最後の戦中にもう一回食べるお仕事なので、エクスパー流の、あっと真空が離していた、見てからパナシ。意外と気候圏あれなんですよね、長いんですよ硬直、変なポーズしてるから。姿勢が低いからちょっと飛び込み当てるのは難しいし、コンボが正直に言って割と当てられるんですが、その他はやりやすい。さあ両者ゲージを持った、これね、タッチシューパンすごいですよね、なんか意外なところで当たるんですよね。アウトをちょっと巻いておかないと。はいはいはい、そうですね。さあどうする、たくさん削る。さあ贅沢、さあ中足が出てきた、重くそ食らってましたね今の戦列は。さあ分からなくなってきた、仕切り直しの3ラウンド目。そうですね、ゲージ大事ですからね、お互い。今回はアッパーから落として、さあアッパー落としから真空で削っていく。さあこれね結構ね、もうガーッ削りかけになっちゃうんですよね、ゲージがないと。落としてから竜巻が、おっと意外と離れたガードバック、あっ竜巻だ。ここでエクスパー処理。
入るのはほぼ山本さんですね。山本さんも、ね、お、今日は色を変えてみた。黒い口。ラウンド1ファイト。さあ、マッキーがほぼ山本さん、右側へフスパーリュさあ着地昇竜無理やり当てていって平時が勝っているので慎重な行動しなきゃいけない。投げ獲得しているが先に使ったら山本俊二体力も負けていてゲージも使っていてしかも相手にゲージがあってこのラウンドはエキスパーの思いのままでいった感じ。はい、先ほどね1ラウンドで似たような距離でお互いゲージを食べる立ち回り先にゲージを立てたのはエキスパー。さあ今度は先に使わされた形になった。さあ昇竜拳思い切って打っていく。竜巻当てて先手当たらず時間も体力もない。さあ投げる2回だけでは勝てずいったところでしたがリバーサル昇竜拳勝ったのはエクスパー。完全にバレてましたね、はい、最後。さあさあ2周目ですか。はいはい。さあほぼ山本死亡のため2周目突入ですね。これさあここで入るのはセロテープザンギなのか。ザンギ、セロテープザンギ。さあセロテープザンギ、これは得意の同期戦。おっとカラジャンからダイエットスクリュー的なやつですよ。よし、差し行く。おっと、最後はきっちりはめていく。さあ、画面を押していく。セロテープゆっくりとだが押していく。そして画面端通す。しかし入れ替わる。ここでさあどうする。上から逆波面、画面端にたどり着いたがどうなる。真空を使っていく。おっダブラリ失敗かファイヤー直撃みたいな形ですね今。さあダブラリで溜めていって上から投げる。さあダブラリ上からエクスパーさん結構上から引きますね普通に。あっとシンク届かなかった。シンクは抜けたが手まで届かなかった。さあジャックギック飛び、いわゆるあれですね、長州からの投げですね。当然スクリューは入れてたと思うがちょっとタイミングが狂ったか。長州くらい伸びましたね。長州くらい。さあ、エクスパーさん勝利で入っていくのはトッキーさん。トッキーさんの DJ、
結構 DJ 自身が万能なんですかね、何しても対応されてる気がするんですけど、自分にやったことは多いと思います。ですよね、ちょっとリーチが短いくらい、ユーにもね、打ち負けない形で立ち回れる感じですもんね。ってことですよね。ダメじゃないのは分かりますよ。ダメなんでやっぱり。しょうがないですよ。おっと飛んでいく裏からだが昇竜さあ、エクスパーさん結構 DJ 戦の経験があるのか、おっと真空さあ波動合わせで抜けられたが暗い投げ、ちょっと危なかったですが最後暗い投げ、そうですね、ラウンド3ファイト。一番いいところはジャンプが高いですね。ジャンプだけが一発は当てれますからね。結構痛いのと、前だと牛側を体育と難しいの。そうですね、いい技がない、昇竜拳ぐらいしか見当たらない。昇竜拳は足を伸ばさなければ当たらないので。なるほど、はい、飛んでいく、エクスパー流飛んでいく自ら。さあエクスパーアッパーから、おーっと付き合わない。さあエクスパー、エクスパー流勝利で、続いて金子さん。まで切ってくる。チャンスは与えない。軍人同士はね、やっぱりこんな感じなんです。近づけさせない。投げる。おっと一発目を当てていく、一周目を当てていく。
アッパーが出ていた。きっちり対空ですね。きっちりきっちり対空していく。さあ続いてやってきました近藤バルログ。さあ出た近藤バログ。さあ開幕飛びにサマーめくりはテラーで拒否。恐ろしいですからね。さあガイル我慢の時間。投げて投げる。しかしヒョウ次のヒョウに行かなかったということはあれは安全に行けばいいでしょうか。おっとかなりヤバいムーブ。アントミからさあ強がすかっさがよく見ていた。すごい後ろに飛んだ。下がった状態からの上り切りはちょっと間違うとサマーになってしまうので、はい、そうですね、強くかうとこですね。一瞬遅らせてって感じですかね。サボロ見てからサマー今の前の中足打ちたいんですが我慢ですね。さあゴロゴロ待ってるサマーが完璧。さあ画面足お互い伺っている。おっと投げる。神になったガエルからダメージ取るのはバルログはちょっと難しいんですね。そうですよね。削れる技は結局サマーが当たりますし、ガードしていくとはなってしまう。さあスカイハイ通り越していく。さあゴロゴロだが、さあめくりから投げる、投げる。テラー。フライ様読んでいた。おっ、爪がなかった。金子ガエル勝利。さすがですね。さあバチさん。さあ入っていくのはバーチさんのバイソン。これさっき意外と金子さんもやってて、はい、どうでした？この組み合わせやってましたよ。そうですね、壁を無視して壁を近くに歩きましたよこのバイソン。そうですね、あ、なんかすごい前に入れていく思い切りの動き、スプリットで歩きますね。やめないですね。割とオアーとかで画面を滑るバイソンが多いのか。さあクレイジー得意のヘッドクレイジー。今ガイルガが投げに行ったのにちゃんとクレイジーでしたけど今度はさあ一番で取ったのは取った。高め当てから行った。投げた。そうなんですね、金子さんはガイル戦を得意にしてる。バイソン戦得意ガイルなのにって言って、ちょっとセオリーに反してますからね、このバイソン。さあ、ヘッド。さあ、結構歩いてます。まあ、歩きに慣れてきたか。さあ、クレイジー。ダイヤ足。あれ、今、かくってないですよね、ダイヤ足。ですよね。グランドフォアでダメージを取っていかない感じのスタイル。そうですね、あまりグランド見てないですね。割っていく、しゃがみちょっと割っていく、上から行きますね。ファンデイキャンパー、エトビガラスに行く。これができるのできるか、これができないです。ファンデイキャンパーは違うと思います。さあ削り、削りさに行く。さあ金子ガエル勝利で、
続いてトモザベガ久々登場。なるほど。お互い交錯していく。でかい一発はないと踏んでいくが、さあ歩きダブルにナイトメア、なかなかいい歩き、歩きナイトメアですね。もう一回来るかと思ったんですね。歩き中足、歩き投げ、そして歩きナイトメアですね。すごいあれですね、誘ってますね。さあ逆ソニックを打ってしまった。投げられて、さあまあ引きすぎて打つ、手首はヒットしている。おっと全部入った、全部つながっている。できるガイル使いですよ。なるほど、いきます。さあまだ思い切って切っていく。さあ振らせて、だからソニック高めで潰して、さあ危ない、さっきのナイトメアが頭をよぎる。さあどうすると、投げる。あったな、トモザベガ。ほぼ山本俊一の色ですね。 2P 側がトモザベガ、まあ宣伝カードと言われる試合ですが、延長にはアントビー、まだお付き合いたい。さあ2つ目で最後はいわゆるユーベラキック、なんとボクト剣。打ち出しつつ平井投げ、飛行剣当てて正面、力さないと目当たるが安い。投げて受け身がない、テンション今度高かった、こう重ねて、さあ1周目が終わったのかな、最後のプレイヤーが終わりました。さあ友田さんが連勝数、連勝数あ出た、セロザンギ、まずはエクスパーさんは、いやわからないっす。あ、まだいます、まだいます。さあ1ラウンド取っていく、画面見てないぜ、だがいつの間にか1ラウンド取ってる。セロテープ、投げ返し、カニで画面端、おっ、お手玉で拾っていく。
またしても上から。さあダブラリーを蹴られる。ダブル2が刺さる。さあスクリュー、しかし離れているので、さあお互い固い立ち回り。さあセロテープザンギア、ラインを上げていくしかない。おっと空中投げ、なんだ今の空中投げ。さあここで出揃いました。たあっと同率1位が2人ってことですかね。これ金子ガイルとエクスパリューかな。ちょっと審議が入ります。さあ、決勝はエクスパリューと金子ガイルってことですね。さあ好きなサイドを選んでください。おっとエクスパーさんが 2P を選んだ。金子さんが 1P。 ちょっとクレが何クレあります。はい、じゃあ決勝戦第111回四季の星細道決勝戦始めますと、ありがとうございます。 1P 側、金子ガイル、スピーがエクスパリュート。さあ第1試合、おっと開幕お互い打ち合う。どう切り抜けれるかですよね。お今のはうまい。しかしやっぱり対処は完璧。あ、KKY さんからコメント来てます。セロ様が勝ってて期待した。高め TBS。 さあ投げる。時間ないとどうしても龍河は焦っちゃいますよね。ガイル側の思うツボだと思うんですけどね。そうですね、逆の立場ではやっぱりガイル側もリードされる時間がなくなったら。さあ昇龍拳、大昇龍ですね、打ち切ってますね。ほぼ大昇龍、なるほど。投げ返しではなく思い切り昇龍拳で、あとリターン。 EBS なしです。セロ様のマイク小さいよと KKY さんからありがとうございます。ちょっとお腹が減ってるんで。お腹が減ってる、はい、そうですね。そこをグッと絞り出していきましょう。さあ1ラウンド目取ったのは、あ、試合目取ったのは金子ガイルで、2試合目。さあソニックにどう動くか。波動で押していきたいところ。守る番攻めている。追い込まれている。最後通っていたのでチャンスだったんですが、
得意のしゃがみ台バッチ潰し、そこまで読んでましたね、多分相打ち OK でしたね。昇竜拳出してこないという読みでしょうか。たまにでも出してくるんですよね。その代わりではなかった。竜巻いっぱい、完璧オールスト、スイフト、それが痛い。さあ竜巻もらって真空、真空さあリード、さあリードを奪ったが飛んでいってしまう。昇竜拳逆に出ている、出しましたね。ほらこういうとこあるんですよ、ね、それが怖い。一応自分は知ってるんですが、リバサは出すんですよ。リバサは出す、なるほど。対空で出してるわけじゃなくてリバサでは出す。なので固め投げなどの時とかも暴れてるんですけど、飛びは反応早めのしゃがみ台パンチを落とすみたいな。通常からは出ない、うん、読んでいるということですね。あやっぱりこういう場面見てるとちょっと竜の波動の方が押していける感じですね。おっと真空フルヒット、当たって中ボス、さあエクスパー取り返した、取り返した。さあ2試合目取ったなエクスパー、1-1イーブンですね。いいです、1-1です。さあ3試合目、そうですね、リフトを1回でも勝つ。おっと昇竜、昇竜3回目は謎だったが、僅差ですね。上から、さあどっちだ、サーマー当たったがちょっと遅かったですね。さあ1ラウンド目と先制していったのはエクスパリュガクガク多めですね。さあ真空ガードしてる、波動やっぱこの距離波動の方が打ち勝つ気がする。しかし竜巻でいってしまった、まだあるが、おっとちょっと早いっすねアッパーがね。さあ時間が迫っているぞ。さあ真空を避けてソニック、さあ3ラウンド目、かなりでもお互い僅差ですね。おっと竜巻ヒット、さあ真空が当たってる、ここは心を鬼にして波動拳打っていく。裏拳が入っている、な暗い投げ、さあ、アキレリーチを負けたのはエクスパー、2試合さあアピールしていく、さあ最初に2試合取ったのはエクスパー。さあ金子ガイルどう守るか、竜巻当たっている、おっと勝利で抜ける、
しかし怪しい。シンク見えている。飛びが間に合うってことですね。無傷でかわしたのはすごいですね。さあ頭上通り過ぎで弾さあ2ヒット。あれ2になってない、繋がってなかった。踏まない、踏まないですね。マネコガエル全く踏まない。そうっすね、落ち際ですね。さあ、カネコガエルもついて両者2-2。さあリーチですね、ファイナル。そうラスト、ラスト1ということで、そうですね、結構打ち合いで時間が経過している感じ。さあアッパーで落としていく、シンク使っていって、飛ばれる、竜巻が当たる、中ゴス大足、さあ時間が迫っている。シンク飛んでいた金子がある。さあ先リーチをかけたのはエクスファリュー。あった、昇竜、打ち切り昇竜。そうですね、山本もさっきそれで敗れましたからね。さあサーマーがオーバーヘッド気味に当たった。ラウンド取ったな、軽くある。さあお互いファイナル、巻き投げる。竜巻が入る、後ろ落ちを投げていく。さあ TBS ならずで、このラウンドなかなかいかないですね。行ってる間に体力がだいぶ離れていきゃ、おっとシンクが当たっている。なぜだ、なぜなんだ。さあ大足払い当たった、勝ったのはエクスパリュー。深々とお辞儀をするエクスパリュー、コングラチュエーション、おめでとうございます。そうですね、ということでいただきます、おめでとうございます。いやー、いつも金子ガエルが勝つから、うんうん、金子ガエルとやってやって2マンス前すぐ勝った。あー、それを今日はターンできた、逆転できた。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます、エクスパさんでした。エクスパさんね、デートなしきだいぶ来てくれて、だいぶなんかあの水が合うというのか、だいぶご活躍ですよね、デートなしきではエクスパさんはと思ってるんですけど、
はいはい、というわけでエキスパーさん帰られました。時間がお疲れ様でした。さあというわけで第111回四季の細道優勝はエクスパーさんの龍でした。おめでとうございます。だいぶエクスパーさんでもデートなしき合うみたいですよね。え、合うというのは水が合うというか。なるほど、活躍の場が多い。そうですね、私も今日やられております。いやそうですよね。で明日ですよね、ここデートなしきで。はい、そうですね、スター杯予選。スター杯予選何時からですか。明日がですね、7時開始なので。19時開始、はい、もうちょっと前。18時55分まで待っていただける。ギリギリ待っていただける、はい、なるほど。じゃあ、ね、スパツ X デーの方ね、ふるってご参加くださいってことですよね。まだ切符を取ってないあなた。そうですね、はい、あれ、じゃあ誰か来るんですかね。わかんない。はいはい、じゃあそうですね、夜。そうですね、まだ17時スタートなので、まあそれよりも早く。さあ、じゃあ55分までギリギリまでエントリー受付らしいんですが、はい、時間厳守で、時間厳守でお願いいたしますとのことで。そうですね、一体、ね、大会の予選なので、はい、普段と違ってね、そのまあいいですよっていう感じにならないんですよね。なるほど、ちゃんと来た人に申し訳ないというか。これ僕ちょっとルール分かってないんですけど、はい、他で優勝しててもう出られないです。ダメなんですかやっぱり、はい、予選。それは嫌がらせ、嫌がらせ禁止で。なるほど、見に来て煽るのは OK です。なるほど、重複はダメ。切符持ってないのみたいなのは OK です。そうですか、はい、さあ一体誰があのね愛知県行きの切符を手にすることかってことですよね。そうです、まあ愛知県行きの切符といっても交通費は自費なんですけど、はい、ああ、はい、そうですね、はい、本戦に向けてね。そうですね。さあ山本さんは明日参加されるんですか。明日ちょっと厳しいですね。あ、なるほど、火事がちょっと、火事手伝いがございまして。あ、なるほど、はいはい、ちょっとね参加したいのも山々なんですが、はい、じゃあす、ね、明日どのような素晴らしいメンバーがね集まっていただけるとありがたいですが、はい、じゃあとりあえずこんなところですかね。そうですね、はい、残りはの試合で、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。
Sonic Boom!
Oh!
Thank you.
Oh!
ー